インターネット放送中、ペットを虐待する映像を流し、裁判に移された韓国人 YouTuber に懲役刑が言い渡された。19日、動物保護法違反容疑で書類送検された YouTuberA 氏に懲役4月、執行猶予2年、罰金200万ウォンが言い渡され、160時間の社会奉仕を命じた。 判事は A 氏に対する一審宣告前、なぜ裁判を受ける過程をリアルタイムで放送で知らせるのか。とししったした。A 氏は去る7月26日、YouTube で放送中、ペットをベッドに投げつけ、手などで数回殴るなど虐待した容疑を持たれている。調査の結果、 英氏は以前もインターネット放送中にペットを数回殴り虐待していたことも確認された。